きですよ、うん、みんな NMB のことは好きですけど、その中でもその渚ちゃんのことがそれ群抜いて好きですよ群抜いて、ただほんまにね、この間の忘年会ね、はい、NMB とマナブックの忘年会あって NMB のコーラも来てたんですよ、うん、で鍋屋さんかな、あれちゃんこ鍋屋さんみたいなところ、まあまあうん、ご飯屋さんね、でちゃんこ鍋みんなでねやるんですけど、スタッフの人も、うん、僕の向かいをなぎさにしたんですよ、はい、席ね、うん、何個かノリでね、うん、机ある中でしたら、うん、そのさやかが NMB のさや姉が、うん、めっちゃ楽しそうにしてますやんみたいなんで写真撮って、うん、でツイッターに載せたんですよ、うん、でさやかなんかむちゃくちゃフォロワーいるんですよ、はい、凄まじい数いるんですよ、で俺知らんかって載せたので、朝起きて、忘年会の次の日朝起きてツイッター見たら、うん、とんでもない量の書き込み来ててお前マジなんかみたいなほんまににやけとるやんけとかあって、うん、で中でも、はい、ずっとね連続でバーッと送ってきてる、でそいつの、そいつはもう渚のことが多分もう超大好きやねんけど、うん、すっごい送ってくるから、そいつのねページも開いて見たんですよ、うん、そしたらなんかマジでこいつ潰しませんかってなんか呼びかけしてて、怖っ、ちょっと待ってやと思ってほんまに狙われだしてるやんっていうなあ、だからもうスタッフさんもそうやってな、ノリでその山内の前に渚とかな、うん、で番組内でもノリで渚みたいなしてねんけど、うん、マジや、いやマジやねんやねん、え顔がタイプとかですか、いやもう全部顔、あの頭の良さ、コメント力、うん、あとあのやっぱずっと笑顔で入れるっていうあの感じは素晴らしいし、何マジで評論してんねん、なんかすっごい元気がもらえる、うーん、なぎちゃんに会うとすごい元気、なぎちゃん言うてる、ね、素晴らしいです、なぎちゃんは、ね。